おはようございます。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。ですね、またお店系をちょっとやったらいいんじゃないか、まあ音の問題とかあるんで、いろいろアドバイスをコメントでいただいて、アプリの使い方とか新しい機材入れてちょっともう一度チャレンジしてみようと思いました。お聞き苦しかったらまたごめんなさい。またいろいろアドバイスしていただければありがたいです。今朝ですね、このロースベックベーカリーカフェで、コーヒー飲みながら、コーヒーだけのつもりだったんですけどね、割とね甘いもの好きなのでメロンパン食ってます。まあそんなことをしながらですね、またまったり語っていきたいと思うんですけども、非常にこのパンですね、たくさんコメントもお寄せいただいてありがとうございます。そういったですね、ちょっと聞きにくいよとかこういうの使ったらいいよっていう話もありがたいですし、いや今ちょっとねコメントでね、ああなるほどと思ってるのは、私他の人がなかなかやらないことで、まあ、自分が経験したことで言ってるんですけども、令和新選組の山本太郎さんが前向きに評価しているという問題についてどうなのって話もあるんだけど、どうなのっていうよりも本当に皆さんで意識高いんだなと思うのは、具体的にね山本太郎さんの言動であるとか周りの人のね、まあ、素性ですね、こういうのをしてきてどうなんですかって、その辺も見てちょっと話も聞いてみたいと言われたんで、私もねいろいろ知ってることもありますからね、まだね一面的だと思うんですよ。まあ一面的でもねこういうのがあるよっていうことで、言ってるところがあるんでね、それはそれで私の考えを全面的に押し付ける気も何にもないし、どんどん意見これで議論になったら面白いなと思うしね。私が思うのはですね、いろんな過去国会議員と付き合ってきましたし、亡くなった方も含めて、その中で大物の方もいらっしゃいますよ。今でも信仰があるって言っていいと思うんだけど、ね、鈴木宗男先生とか、あるいは今回応援したね、和田政宗先生とかね、そういう保守系の人も多いですし、唯一付き合いがない共産党だと、共産党が亡くなった方で最後までね議員辞めてからも付き合っていただいた方がいます。非常にね私のいわば恩師的な役割で、もう90年代には共産主義っていうのはね、もう分かった人はもう克服しちゃって、思想的にね現実主義で言ってたんでね、そういう人も含めた知見があるわけなんです。でそれで思うのはね、完璧な人間なんていないんですね。むしろ国会議員やる人間ってやっぱり目立ちたいですし、評価されたいですし、ただね本当にね世の中とか人間のためにね献身しようっていう方も多いんですよ。ただねそれを思い込んでそれがそのためになってないっていうこともね問題は多々あるんですよね。でそういう中にはね昔の議員ってね、あれで見ますけど、反社勢力ね、今の言うことがね、そういう人たちとも付き合われて結構、ちょっと朝はね、喉調子悪いし、昨日私、実はコンサートでだいぶ歌いましてね、ちょっとまだ喉の調子が整ってないんですけど、まあそういう点ではトストスとこうやって語るのがいいのかな。まあだから皆さんもね、ここはこいつダメだからってそれ指摘するのはいいんだけどね、もうちょっとねいいとこ悪いとこ見ていただいてねと思うんですよね。それでちょっと今日思ったんですけどね、いやまさかね、高須クリニックの高須先生とですね、N国党のですね、立花隆さんがですねディベートやってたですね、昨日ね、びっくりですよ。で実はこれね、今場所は私のオフィスの近くの大塚の JR 大塚の駅前なんですけどね、実はこの地域って僕、共産党時代から何十年もね親しんでる地域なんだけど、ここの近くにある病院の院長先生ですね、高須先生の先輩なんですよ。でその院長先生と私
海外で知り合いましてね、ずっと今までお付き合いしてます。でこの院長先生ですね、高須先生と一緒に世界美容学会というところのね、会長副会長をやりなんですね。美容整形、まあこの先生は美容整形もやってるんですけど、再生医療だと思うんですよね。まあ、その方からいろいろ高須先生のお仕事や人柄も聞いております。私は率直に言ってまだですね、直接お話ししたことはありませんけども、高須先生なかなかの人だな、なかなかの名医だと聞いております。でもね、あれツイッターでね、すごいことを言われるなと思ってたんだけど、ちょっとやっぱりね、ディベートは弱いな。やっぱり立花さんって人は本当になんていうか、ディベート研究し尽くしてる感じしますよね。喧嘩の仕方うまいです。国会議員でもそういう人いるんですよね。私がついていて、こういろいろ新しい教師になるとか、はっきり言えば共産党国民になる原因になるとですね、筆坂秀夫さんなんですね。筆坂秀夫さんもすっごくディベートが上手くてね、逆にね、筆坂さんのすごいところってディベートで例えば総理大臣とか 大臣クラスを打ち負かしてもですよ、打ち負かされた相手が、あ、これは筆坂さんだから仕方がないな、いや、なかなか勉強になったな、皆さんそこを言っちゃって、別にお政治でもなくてね、私は今でも覚えてるんですよね、古賀誠さんってね、自民党の議員がいますよね。この先生がですね、運輸大臣の時に、安全保障問題とか空港の作りすぎの問題をね、私もお手伝いしてですね、国会質問した時にですね、非常に大臣が、古賀大臣がですね、役人から受けていた説明全部崩されちゃったんですね。でその時にね、やっぱり政治家としてもね、真価問われると思うんだけどね、自分で判断してね、要するに役人の論拠が質問で崩されるということは、その政策が間違ってるということなんですよ。ですからね、もう見直ししちゃおうってね、自分で答弁しちゃうんですよね。でそれをそのこと通じて筆坂がもちろん評判も上がるし、評価も上がるし、でもね、何よりも、ね、大事なのはね、それでなんかね、間違ったね、方向が正されるってことなんですよね。これが民主主義のね、議会制民主主義の大事なところなんだけど、それに対してですね、やっぱり優れたね、対立側の政治家っていうのはね、それを評価するんですよね、相手をね。いや、この人はね、いい仕事してくれた。でね、古賀先生ね、その後ですね、秘書の方がいらしてですね、なんとですね、古賀先生ってのは有明海っていうね、九州のね、長崎から佐賀県、福岡県かけてですね、取り巻くような湾があるんですけど、そこは有明の森って言って、非常にいい海苔が取れるところで有名なんですよ。でそこの最高級の海苔をさ、送り物に持ってきてくれましてね、いや、筆坂さんの勉強になったって、よろしくお伝えくださいって言って、その時ね、海苔を持ってきてくれた秘書さんっていうのは、今副大臣とかよくやられてるですね、藤丸聡先生で、それ以来藤丸先生とね、よくいいお付き合いしてます。もうあれだよね、でも20年くらい前なんですよ、ね、なんかなんか、だからそういう意味じゃ僕も長くやってきたなと思いますけど、もう一人ね、付け加えると橋本龍太郎さんもね、もうすっごい人の上高で喧嘩が強かったんだけども、筆坂さんにね、あるその業界団体の問題で徹底的にやられちゃったんですね。これはあと私がですね、その業界団体との関係を暴露するね、写真をいっぱい見つけてきたんですよ。でそれをね、参議院の予算委員会の質疑でやったらですね、もう橋本さんは真っ青になっちゃって、その橋本さんが真っ青になったっていうことが新聞の記事になったぐらいの質問でしたけどね。その質問を言ってから筆坂さんが途端にですね、フォア鉄道に認められて、フォアって男よくなくてね、認めていてね、してるんだけどね、あとね、やきもち焼いて、自分よくうまいやつのね、ナンバー4っていうかな、ナンバー3とまで言われたけど、そういうとこまで上り詰めてたんですね、筆坂さんはね。そのきっかけになったのが橋本龍太郎さんに対する業界団体との癒着っていうのだったんです。でもそれからあとですね、決して恨まないでね、筆坂さんをいろいろ誘っていただいてですね、橋本龍太郎さん一緒にお酒を飲まれたりとか、世間話をしたりとか、あとあれですよね、陳情元なんかもね、随分ね、当時共産党だったんだけどね、本当にね、頑張っていただきました。そういうなんていうかね、相手を信頼させるような
本当にね、相手徳田さんとおっしゃるんだけど、必ずね、あの相手を徹底的に潰しちゃわないで、考えてもらって、自分がこう落としどころをつけられるようなね、あのディベートが大事なんだよっておっしゃってて、私も本当に勉強になりました、ね、私もついつい、ね、実はやっつけちゃったんだよね。テレビの討論番組に出てですね、大臣経験者の方出てきて、確かあれはですね、まあ、誰って言えないんですよ、ちょっといろいろ最近お世話になったので言えないんだけど、防衛装備品の輸出問題で、まあ、ディベートですね、ある BS テレビでやったんだけども、まあなんかね、すごいんですよ、役所が作ったですね、メモ類をね、もう厚さ2センチぐらいもですね、それをね、めくりながら読み上げるんですよね。で、私はもういきなりこれ、その、まあ多分、局側のね、意向というのは、まあ篠原、まあその時はフルゼ、三橋で出てたんですけども、まあ若手のですね、若手でもないんだけど、軍事評論家をね、一つの媒介にして言いたいことを言わせてやろうと、大臣、元大臣経験者ね、完全に防衛省のね、まあ意向を代表してるんですよ。で、私ちょっと怒りを感じましたね、それにね。まあ、我々どっちも出演料もらって出てるんだけどね、一方がですよ、役所の言いなりの話をね、アナウンスしてね、一体これどうなの、誰の利益なんだよと思いましたね。で、役所の論理なんてのは僕も熟知してるわけですよ。ですからね、徹底的にこれを粉砕しちゃったんですね。さあ、真っ青になりましたね。ちょっと笑えるのは、その人の名刺いただいた時ですね、初め威張ってたんですよね、まあ、その後もね、2、3度目実はね、ディベートしてんだけど、態度変わっちゃいましたけどね、1度目はね、あの、なんだっけ、軍事研究に書いてるような、あれか、ライターかよ、なんだよね、あの本は、なんて言われてね、上から目線だったんだけど、徹底的にやっつけちゃいましたね、その人の名刺がね、また笑えてね、あの、安全保障問題のスペシャリストなんでね、肩書きが書いてあるんですよ、私、恥ずかしくて、そんな名刺は作れませんね。聞いてるかな、聞いてたら申し訳ないんだけどね、人柄は悪い人じゃないんですよ。で、その後はもうね、あれですよ、優しかったですよ、あのおじさんと会ってね、まあ、でも僕はやっつけすぎる嫌いがあるなと思うんだけど、でこれやっぱりでもあれじゃないかな、その翻ってですね、高須先生と立花先生のねディベートについても言えるんじゃないかなと思います。で、ちょっと思ったのはね、やっぱり立花先生変わってて大変だな、僕これ国会質問でぜひやってほしいですよ。で、その上でね、立花先生と思うんだけど、いや僕もう一度ね、いろいろ見てみようと思うんだけど、なんで立花先生と高須先生喧嘩しなきゃならないのかな、同じ方向向けるはずなんだな、これ素朴な疑問です。まあ、あの高須先生から見られたら、多分やり方とかね、あのちょっとこれちょっと許しがたいな、大人の議論の仕方としては許しがたいなというものがあったのかもしれません。でもそこはね、逆に立花さんがあの余裕を持ってね、あの言うべきは言うと、でもなんか逃げ道を作るってことがあればね、あのちょっと関係変わってくるのかなと、なんかねちょっと残念な感じがしました。あのディベートはね、あのだいぶあの高須さんも怒りを高めてたし、またね、立花さんうまくね挑発するんですよね。で、あれはね、敵対的な議論、例えばね、あの僕らも国会の議論で使ったんだけど、大臣とかの答弁取るときに、ね、大臣を怒らせると面白いんですよ。で、怒らせるところを計算しておくんですね。怒らしておいて、怒った中身をねひっくり返してね、あの証拠を突きつけちゃうとね、怒りってのは実ははしごを登ってって上から怒ってるってことなんで、はしごが外れるんですよ。そしたら泡ってなるのね。そうした時にね、次から次へ波状攻撃かけるとね、もう完璧に沈没するんですよ。だからね、そうするとでもね、逆にね、あのやられたっていうのを実感してもらうとね、まあ人間性がねちゃんとしてるね大臣なり政治家ならね、いい関係になるんですよ、とかね、あのいつまでも恨むやつもいるんですよ。それはもうね、人間的にダメなんだけどね、小泉純一郎さんそういうタイプでしたね。まあそれはまああんまり言わないけどね、そういう点ではね、もうちょっとディベートのあり方、敵対的なディベートのあり方、それから有効なんていうかね、なんか共通の
ベースがあってもね、ディベートの仕方っていうのがあってもいいんじゃないかな。まして民主主義社会だから、民主主義の土台を認めて、お互いに発展していく立場、この切れ事だけどね、そういうのをやっぱりどっか腹には置いといた方がいいのかなって気がしました。ひるがえって言えば共産党を切られるのはね、民主主義社会のルールにのっとらない相手をともかくやっつける、最近なんか安倍政治は許さないなんて、安倍が安倍が震、ね、源地になっててね、まあ立憲民主の諸君もね、諸君って言うよあえて、それに振り回されてるんだから、どうしようもないんだけどね、まあ、もうちょっとね、ディベートのあり方って国会でもあるいはこういう討論でも考えていきたいな。私ディベート好きなんで、ぜひやりたい他の YouTuber の方や政治家の方あったら行ってきてください。私そちらに出向いてもいいし、こっちのこっち出てもいただくの大歓迎です。まあそんなことを思いました。でね、あとね、そうだ、これ読んでいい、一応ですね、明日カナダ10月号私の記事出てるの発売になります。ですね、韓国という病すごい特集ですね。この中ね、まあ、いろんな方と一緒に出ててね、ありがたいんですけどね、西岡先生とかね、桜井よし子先生とか、まあ、最近の最高の功労者の世耕先生、世耕先生ね、きちっとね、最近の政府側っていうかね、与党側の人ではね、一番なんていうかな、しっかりと韓国に物申して、ぐうの音でも出ないですよね、韓国側ね。そういうことをやられた先生が、桜井さんと対談されて今の状況を言われています。この、まあ、一連の立派な記事とですね、私の記事はですね、ムンジェインに朝鮮労働党員疑惑スクープと書いて、これ出るの本当に光栄なことだと思っております。このね、ムンジェインのやつは、他でもお話ししましたけど、韓国から入手したですね、朝鮮労働党の地下党員たちが2014年に、金正恩に送ったですね、静止文と言います、誓いの言葉、これからこういうふうに頑張りますよということを書いた、これは金大中と金正日が首脳会談をやった2000年の6月15日から14周年経って、これすごく北朝鮮で重視されている首脳会談なんですが、その方向に沿って、高麗、コリアっていうんですよね、もうね、コリオ、連邦共和国を作っていくために、韓国、まあ、彼らに言えば南朝鮮のですね、地下党員たちがこういう課題で頑張って10項目になってね、やるべき課題を載せて、それをお約束する文章です。これ全部訳詞としてですね、掲載しています。まあ、これね、驚くんですけどね、まさにこの5年間ですね、韓国が辿ってきた道がしっかり当てはまるような内容ですね。パク・クネ政権を失脚させるとか、韓国の政治行政に我々は浸透してね、行政機能を増さして、金正恩将軍様の領導に従うようにしますなんて子供が書いてある。まさに今ムンジェインさんやってることじゃんねっていう感じのことが全部載っていて、しかもですね、これぜひお買い求めなど見ていただきたいんですけどね、これ連名してるね、40の個人と団体、これも朝鮮労働党員だってことを宣言してるんですよ。団体っていうのはね、例えばこの間ですね、反安倍ろうそく文化祭、ろうそくでもですね、これを創設している主力部隊である民労総、民主労総とね、民主主義労働組合総連盟っていうのかな、これ70万人組合員ですよね。これ朝鮮労働党の指導を受けてるっていう立場でこれ名前載っけてます。まあ元からね、新北派で主接層派って言われてる団体ですけども、そういう点ではね、まさに韓国で起きていることを象徴する文章。これは実は私にこういろんな人を介してですね、たどり着く、それを一般を作ったらですね、元やっぱり地下党員たちなんですね、韓国の。この人たちの一部分はですね、実はこの人が直接やってるかどうかなんですけど、キム・ヨンファンといって韓国地接層の父と言ってたんですけど、学生運動の地接層のね組織を作った人なんですよ。年は私よりはちょっと
一つ二つ下だと思いますけどね、この人は今、まあ、これこの人の書いた本、これぜひね、これも買ってほしいですよ、皆さんね。ちょっと難しい本ですけどね、韓国民主化から北朝鮮民主化へっていう本なんですね。キム・ヨンファンと書いてて、この本屋はですね、新幹車、新幹線の新幹って書いてある車ですね。まあ、どうやって知的思想派から北朝鮮のひどい現状を知って、北朝鮮をね、本当に末端の人民が主人公になるような民主的な国にするかということで今運動している人です。まあ、かなりひどい弾圧も受けているようですけども、この人を支持するグループがあるんですね、韓国に。一部分はおそらくまだね、現職の地下組たちね、腹の中ではもうね、転校しててもとどまってる人がいると思うんですよ。そういうとこから多分手に入れたんじゃないかな。これは僕の推測です。本当のことはそこ知らないんですよ。だから知る必要なしね。これも僕ね、言いたいんですけど、僕のこの世界で長年生き残ってきたことって、何でもね、ジャーナリストのね、秘密のね、根源を知ろうとする人は、知らなくていいことってあるんですよ。まあ、あるいは知るべきでないものがなぜだってことがあって、それを知ることでですね、例えば自分がこう抱える中で、もうそれでもう一つでリスクになるんです。僕自身のリスクになるけど、相手のリスクになるかったら命がかかっちゃう時あるんですよね。実際なんかでもジャーナリストの行動で人が亡くなったってことはないわけじゃないんです。北朝鮮に関わってはね、今回の場合韓国の政府がもうほとんどね、新規派に占められている中で、清保守系の人はもちろん、こういうね、北朝鮮の民主化を求める運動をやってる人なんかはかなりの圧迫を受けてます。だから必要以上のことを知らないことが、なんていうかね、安全につながるんですね。そういう意味では僕は変な詮索はしません。ただこの文書の信憑性についてはね、別の形で裏取り調査もして、まあ、外国に出かけましてね、私もね、どこって言えないんだけどね、それはこれも同じことなんですけどね、これだけはもう知っちゃってるけどね、言えないっていうのは、脱北者の幹部がどこに隠れてるかとバレちゃって、これはこれで問題になっちゃうからね。その北朝鮮の幹部の方たち、軍や党やね、あれ行政機関の幹部の方たちに私お会いしましてね、この文書の信憑性とか、あるいは私だってそんな韓国の、ね、専門家、北朝鮮の専門家でもないんですよ。これは取材して、なんていうかな、皆さんよりは知ることになってるんだけど、まあ、そのなんていうかな、北朝鮮とか北朝鮮の知的思想派の空気を吸った人の感覚で見てどうですかっていうことが大事だったので、みんなこれはね、本物だよって言ってくれました。で、隠れた事情をいろいろ教えてくれた人もいました。そういう点で私はこの、まあ、花田のですね、この10月号ね、明日発売になりますが、これに載った記事は私は自信持って書きました。ぜひね、これがね、一石投じる、ね、韓国の側の人々の願いは、今韓国のメディアっていうのは労働組合の下克上運動の中で、経営陣はですね、家族に対する脅迫も含めてね、まあ、強圧的、暴力的にですね、退陣させられた。なんか最近リベラルの人も、韓国は民主主義の理想みたいって言ってるけどね、よく見てこいよな、向こう行ったらな、向こうの案内されるのに、北朝鮮が興味を見せるのと同じなんだよ、今ね、パク・ウォンスンのね、希望政策書を言ってね、きれいごと聞いてったらね、まあ、これは余計な話ですけど、ともかく日本人って信じやすいからね、ダメなんだけど、そういう厳しい状況の中でね、文章を出して、これが日本側で発表されたら世界各国に広がり、それが韓国にまた入ってくるってのを期待してるんですよね。まあ、そういう点ではね、ぜひ皆さんね、これを話題にしていただきたいと思います。それからですね、もう一つね、話題提供で、これはまたしっかりね、後でね、私分析して解説したいと思いますけど、今ね、ムン・ジェイン政権は、まあ、これも私のこの記事が韓国にこう波及してですね、スキャンダルになればいいなと思ってますが、すでにスキャンダルが起き始めています。これをね、打ち消すために、実はムン・ジェイン大統領はジーソミアの破棄を決意したんじゃないか、ジーソミアの破棄を、いわゆる
軍事情報包括法協定を日本との間で破棄することで話題沸騰させて打ち消したのではないかとまで一部で言われている事件でして、大統領民情首席秘書官のチョブックっていう人が自分のですね親族に裏から便宜を買って不正を行ったっていうのがね、数少ない保守メディアの暴露で話題になり始めたんですね。このチョブックって人物は完璧なチチェッソー派です。統合進歩党出身で、実はですねチョブックって分かりますかね、軍隊の階級で軍隊の階級で軍曹とか総長とか、その総っていう言葉と国って言葉を漢字で当てはめてチョブックって言うんですけども、これね実は祖国、韓国語で言うとも祖国っていうね言葉と発音が同じなんですね。ですから非常に語感がいい名前だそうです。それで、大統領、ムンジェイン大統領の後継としても実は有力視されて、今回スキャンダルになったのは法務大臣にしようとしたんですが、法務大臣候補に挙げてるのにこのスキャンダルが出て大問題になった。民情首席秘書官というのは法律問題と市民運動の窓口担当をやってましてね、実はソウルの広場におけるろうそくデモですね、これをですね完成デモとして組織する責任者がチョグックなんですね。そういう意味では大事なねプロパガンダ部門の責任者でもあるんだけど、それにスキャンダルが持ち上がったってことで、これが政権危機になるかならないかということでね、かなりね問題になって、今反ムンジェインデモっていうのは大体毎日10万人規模で大騒ぎになって、ほとんどマスコミはほとんど報道しませんけどね。ここでもチョグックの疑惑は解明しろと、解任しろっていうようなことが言われております。こんな話もねまたやっていきたいと思います。私も話し出すとねあっち行ったりこっち行ったり、これまったりがですね路線なんで、横道それんなやと怒られたんですけども、それすんません横道それんのがこのまったり系俺話の一つのやり方なんでね、ご理解いただいていると思います。ぼちぼちですねコーヒーも冷めちゃうんで、コーヒー飲みながらメロンパンやつけちゃいたいと思います。すいません、今日はありがとうございました。チャンネル登録まで引き続きお願いします。もう少しで1万超えますのでどうぞよろしくお願いします。